どうもシンガーソングライタームンムです。私は今全国の肉料理店が集結、肉フェス大阪にやってきております。肉、どんな肉が集まってきてるのか早速行ってみたいと思います。いや、どれもね美味しそうですね。もうぎゅーっと肉、もう肉三昧です。もうこんな肉好きにはたまらないね、肉フェス、ぜひぜひ、はい、トンテキも美味しそうですね。はい、はい、どういったトンテキの魅力がありますか？魅力ですか？魅力は秘伝のネギ塩だれで、もう塩だれも秘伝に作ってるんで、よかったらそれと一緒にあっさりしたトンテキを味わっていただけたらと思います。ありがとうございます。うわ、もう聞くだけでよだれが垂れてきそうですね。はい、まあ、牛肉の他に豚肉もありますし、あとソーセージとかもありますね。あ、ちょっとお肉を食べ過ぎた後は締めはライスビビンバとろっと卵スープとかもありますね。いいですね、玄米おにぎりなんてヘルシーじゃないでしょうか。とろけるイベリコ豚ベーコンステーキとかも美味しそうですね。うわー、もうこれ見てるだけでもう口の中がもう本当にじゅわじゅわっと肉の味になってきてますけれども、はい、こちらオクトーバーフェストでも大人気のバルシュタイナーのビールのお店に来ております。うわー、これはオクトーバーフェストでも大人気のビールがここでも飲めるということで、あ、早速お店の方にお話を伺ってみたいと思います。どうもこんにちは。こちらのビールなんですけども、どのようなビールになっているんですか？ドイツの、ドイツから直輸入したビールになります。はい、そうなんですね。いろんな種類がありますけれども、これはまあ、ドイツのビール、まあ、ベルギーのビール、いろいろとあるんですが、おすすめなどはありますか？おすすめは、まあ、バイスビアヘルもおすすめですし、プレミアムベラムもおすすめになりますね。はい、どのビールもお肉にぴったりな味になってるんですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。そしてお試し3種飲み比べセットなどもございますので、ぜひぜひね、これを機にこちらのバルシュタイナービールね、飲んではいかがでしょうか。さあ、お天気もよくたくさんの人でにぎわっております。こちらのブースやってまいりました。とろりラクレットチーズの CCC 肉バーガーのブースです。チーズチーズカフェ渋谷さんのブースなんですけれども、どんなハンバーガーなのか、ぜひぜひいただきたいと思います。行ってきます。さあ、出来上がったようです。お待たせしました。こちらとろりラクレットのチーズバーガーでございます。うわ、すごいチーズが溢れ出してますね。美味しそうです。なんとこのバンズがこの牛肉というかでできてるんですよね。はい、そうですね。ラクレットチーズの濃厚さとこのお肉のジューシーさがすごくマッチして美味しいです。はい、こちら飲めるハンバーグの出店ブースとなっております。たくさんの方が行列をなしております。早速飲めるハンバーグの行列に私も並んでみたいと思います。飲めるハンバーグです。いただきたいと思います。飲めるハンバーグでーす。開催でございます。早速いただきたいと思います。すごいな、照りがすごいですね。すごいですね、すごいです、見てくださいこれ、ふわふわです。ふわふわ、うわ、中からうわたくさんの肉汁が溢れてます。うわ、すごい、いただきます。飲めるハンバーグ、一体どんなハンバーグかな。いただきます。この後13時からですね、オークステージの方で、ビンゴ大会に参加していただきますので、合うかね、お楽しみいただければと思います。もう口の中に入れた瞬間に溶けてなくなっちゃいます。これはまさに新食感、美味しいです。
飲めるハンバーグというように噛まなくても飲めます。これ本当に美味しい。さあこちらのブース、ジューシー赤身のワイルドステーキのブースに来ております。赤身のワイルドステーキってどんなステーキなんでしょうか。楽しみです。さあ間もなく出てきます。楽しみです。奥の方ですごい肉厚のお肉がさばかれております。さあこちらオーストラリア産の大麦牛を使用しているということなんですけれども、大麦牛とは一体どういうお肉なんでしょう。脂身と赤身が程よいバランスですごい食べやすいお肉になってます。赤身と脂身のバランスが超絶なバランスをとっているということで、うわこれは楽しみです。さあ上にトッピングされているのは一体何でしょうかね。フライドオニオンですね。フライドオニオン、うわ美味しいですね。シャイアンビンソースと言いまして、はい、いわゆるあのステーキソース、はい、ファミレスさんとかであるような、はい、と一番ソースです。もうそれはバッチリな相性ですね。ねえオニオンスライスに、わーありがとうございます。あ割り箸、はいはい、ありがとうございます。こちらジューシー赤身のワイルドステーキでーす。わー、はい、さあそれでは表参道ラウンジ1908ジューシー赤身のワイルドステーキいただきたいと思います。うわソースのいい香りがします。上にはオニオンスライスのチップがかかっております。すごい厚切りですね。あ結構柔らかいです。こちら大麦牛です。ではいただきます。なんていうかこう弾力とで噛めば噛むほどそのバランスのいい脂身が口の中いっぱい広がります。そしてこのソースがねまたその脂とマッチするんですね、牛肉の。そしてこのトッピングされたオニオンがアクセントとなって、もうがっつりお肉好きの方ね、がっつり食べたい方は本当おすすめですね。これワインとかビールにぴったりじゃないかなと思います。美味しいです。すごいねあのしっかりした歯ごたえですね。赤身というだけあって、はい、うん、おいしい。うん、さあそれでは少しお話を伺ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。いやお肉とビール、この組み合わせ最高じゃないですかね。お肉大好きですか。お肉めっちゃ好きです。大好きです。そしてビール、ビールも大好きですか。ビールめちゃめちゃ好きです。めちゃめちゃ好き。肉フェスは今回、まあ、始まったばかりなんですけど、まあ、昨年度もね開催しておりまして、今日は初めてですか。じゃあ、ね、今日は肉を満喫しにこちらに来られたということで、今回これは何を食べてるんですか。牛タン、牛タン焼き。牛タン焼き、うわすごい厚みですね。すごい牛タンとビール、まさにこの組み合わせ最高じゃないですか。青空の下、野外で食べるお肉はやっぱ違いますか。違いますね。ありがとうございます。じゃあ最後に一言いただきたいと思うんで、よろしくお願いいたします。いや、お肉とビール最高です。お肉大好きです。ありがとうございました。楽しんでいってください。さあそれでは少し感想の方を伺いたいと思います。あどうもこんにちは。今日どちらから来られたんですか。奈良。奈良ですか。皆さん奈良ですか。奈良です。肉フェスは初めてですか。私も初めて。初めて。うわどうですか。今日は何を食べてるんですか。カルビとタンとソーセージを。カルビとタンとソーセージ、バカでかいソーセージですね。これすごいじゃないですか。もう今日は1日肉フェスを満喫しに来た、間違いないですね。そうですね。はい、皆さんも今日はビールも飲んで、まあ、このね青空の下を食べるお肉はいかがですか。
美味しいですソーセージがよくお似合いですね。もう本当に見てるだけでもう笑顔がこぼれそうです。ありがとうございました。あー食った食った、美味しさと楽しさがギューッと詰まった肉フェス大阪、もうたまらないぐらい満喫いたしました。皆さんこちらに来られた際はね、ぜひぜひお好みのお肉を探してみてはいかがでしょうか。本当にね、会場に来るだけでお肉のいい匂いが充満していて、もう心も体も充満ですね。お肉の匂いと匂いでもうね、心が充満しております。いやー肉フェス、ぜひぜひね、もう遊びに来ていただけたら、お肉だけにミートトゥーミートできるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。